は以上です。はい、いろんなニュースがありましたが、トップに持ってきたのが安倍総理大臣の歴史認識に対してアメリカのオバマ政権がちょっと懸念を伝えたということでありました、はい、これ今週いっぱいやりましたですからね、本当は今日もやろうかなと思ったんですが、もう坪井さんもうええわいうご意見も、はい、あったし、ですからまだまだ言いたり、もちろんそういう意見もありました、昨日の坪井さんのね発言に対してまた新たなお便りも来てますしね、あのこのことに関してオバマさんは多分こういうことだと思いますね。今ね、北朝鮮の問題で日本と韓国と中国は今一つになってことを渡らないかん時に、はい、この歴史認識のこういうようなことを今あえて出してごちゃ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 するのは得策ではないぞという、うん、これはみんなにとって困ることだからというような、はい、アメリカにとってのそういう意味合いはここにあるのではないかなというふうに思いますし、今日ねたくさんある中のたった1枚だけちょっと読ませてもらいますけども、はい、この靖国に関していろんなご意見がある中、はい、CBC腰痛情報さんからいただいておりますがね、坪井さん靖国問題に賛否様々ですね。私はね参拝したっていいじゃないかという考えの人です、まあ、しかしこの問題で出るたびに私日本ってつくづくいい国だなと思うんですよ、うん、日本は賛否を思うところを堂々と言える、中韓の批判に賛同しても、あ、中国の言ってること分かるぞと、韓国の言ってること分かるぞというところを堂々とも言える、ね、翻って言うならば、あの韓国や中国の人が日本の言うことは正しいですよと、もし国内で言ったとしたらその人の立場はどうなるだろうということ、うん、日本はそれをどんな意見でもちゃんとして胸を張って言えるという、はい、その国のありようはとてもいい国だなと思う、うん、韓国中国で例えば日本寄りの意見も堂々と言えるような、そんな国内の状況になれば初めてそこから例えば戦争の問題、靖国の問題が語られるようになるのかも分かりませんねと、まあ、こういうご意見も来ておりました、うん、はい。